今ない〇〇を妄想する M8 招待招待二等兵の友人屋です。 T 隊長です。 T 隊長です、はい、ストレートエニアグラム中井雅宏くんの考察タイプは何でしょう、はい、ということで、はい、あの昨日、うん、2月21日金曜日、うんうん、6時半から、うん、独立のあの、うん、中井雅宏さんがですね、うん、退所ジャニーズ事務所を退所しますっていう記者会見がありましたと、うん、ご覧になりました？今日の朝、今日土曜日の朝の報道番組でちらっと、はい、なるほど。私は一応昨日の夜、うん、できる限り YouTube で上げられているものを全部見て、はいはいはい、あとは DAIGO さんが33分にわたってですね、うん、解説して中井雅宏さんのあの記者会見がいかに素晴らしかったかっていうのをって見ました、うんうん、追いました、うん、っていうのでなんかそのこれも僕の、うん、私自分のことを、うん、タイプ6だと思ってるんですけど、うんうん、あ中井くんもタイプ6なんやって思って、うん、見てました。どう思いました？僕としてはあの記者会見、はい、あ僕記者会見を最初から最後まで見てないんで朝の報道番組とかで紹介されてた部分、はいはい、あれ実際どれぐらいの長さでやったんですか？多分どうなんだろう、私が見たのは16分12分ぐらいのやつを2つ見たんですね、うんうんうん、でもその DAIGO さんが、うん、なんかその東山紀之さんのマネーをしたとかで城島くんのみたいな流れとかは僕見てないので、あ僕あの東山さんの、はい、マネは見ました。ああなるほど、うん、あだってもう一人誰でした？で城島くん、あ城島くんは見てない。城島くんに言ってないみたいなのは言ってましたね。それは見てないですね。なので、まあ、僕はそういうのを見た感じ的には7っぽいなと思ったんですね、はい、見てる人を喜ばせよう、楽しませよう、楽しませようっていうサービスを精神で出てるのかなっていう。あなるほど、うん、なんかそこをすごい DAIGO さんも褒めてたんですけど、うんうん、急に小芝居が始まると。そう小芝居が七歩急に前に出て、うん、東山さんの真似をして口調の真似をして、そうそうで席に戻って、うん、あっ城島君に言ってないみたいな、うん、この様がね、うん、そのもう場をコントロールしてると。そうそうそう。でこのオチをつけることで、うん、もう記者さんもきついことを聞こうにも、うん、もうオチがついてるから、うん、まあこれ書けばいいか、うん、ってなるみたいなのをすごい褒めていて、うん、あでも確かそう言って言われると、うん、ああなんだ確かに。だからそこをそういうふうに喜ばせようと思って考えてやってると7っぽいですよね。自分が思ったのはその、うん、例えばやめようって思ってからも、うん、ジャニーズに残るっていう選択をしたこととか、うん、あでもやっぱ3年経って、うん、もうそろそろだと思った時にジャニーさんの体調が優れない、うん、そんな時に言うべきではない、うん、っていうこととかその周りにすごい空気を読み、うん万全のところで出るっていうこの辺がなんかその何だろう。あと言っていたのがあの後悔するって分かっていてもそこに行かなければならないとかっていうそういう言動とかを見てなんかその勝手に僕はあのシンパシーというか、あまあ仲間ない、なんか仲間を大切にするみたいなところを勝手に感じてですね、中井さん、あ、6なんだなって。そこの、あなんかそれ6の特徴ですよね多分もう今すごい仲間に入れようとしてるかもしれない。仲間に入れようっていうか、はい、多分共感力が高いんですよ、6が。はいはいはい。だから、はい、6じゃなくても6じゃない人の考え方を理解して共感してしまうみたいな。なるほど。ちょっと手を叩くとすごいマイクすいませんはい、はいはい、なるほど、うん、っていうは それそこが多分6の特徴っぽい。なんかいろんな僕の特徴ですねこれは。中井君の特徴じゃなくて共感力が高いなって。だから多分コミュニケーション力が高い、共感されたいじゃないですか人間って。いや共感され自分のこと分かってほしいみたいなところがあるんですよね。またみんなって言っちゃった、うん、確かにっていう思いはあるけど、はい、なんかそこの思いってなかなかこう通じ合えない部分もあったりするじゃないですか。ただそのジャニーその、まあ、スマップの中で、うんうん、その中井くんリーダーだったんですけども、うんうん、そのリーダーっていう振る舞い方も、うん、なんかその
自己主張な感じじゃないなってなんとなく見ていたんですね、うん、その空気を読みながら、うん、例えば、うん、あの運動会がスマスマであった時に、うん、その木村くんがバーッと走っていって、うん、じゃあちょっと中井さんが抜きそうになったんですね、うん、スターですよ、うん、木村くん、うん、中井さんは転んだんです、うん、空気を読んで、あ、でも転ぶことができるんですよ。それ奈々もしそうじゃないですか。僕が勝っちゃいけない、はあ、木村くんは勝たないといけない、うん、読んだんですね多分。でも奈々もしそうですよね。盛り上がるから、盛り上がるから、盛り上げるために、でもあいつに勝つと盛り上がるけどみたいな、勝たずに盛り上がるにはどうしたらいいかみたいなのは、奈々は勝ちたいはないんですかね。自己を主張したい、目立ちたいんですもん、勝ち負けよりも。あ、そうか、そう、勝ち負けじゃないんですね。勝ち負けじゃない、奈々の人は目立ちたい、楽しませたい、楽しませたい、エンターテインメント、笑わせたいみたいな思いが強い。私はそういうところも見て、もう絶対中井さんは6だと思っていたんですね、うん、で、いろいろそのネットを見てみると、うん、中井は、あ、でも私6って言いました、うん、体調は7って言いました、うん、で、見てみるとなかなかその6って言ってる人はいないですね、うんうん、例えば挙げられているのが、例えば震災の時、うん、東北でも熊本でも飛んでいく、うん、困っている人を助けるのが好きっていうところを見て、うん、にって言ってる人もいます、うんうんうん、しやっぱり、まあ、バラエティで回す、うん、あの見事な回し、うんうんうん、記者会見での、うんうん、を見て、まあ、7、やっぱり7っていう人も、うんうん、あとは、まあ、9っていう人もいますね、うん、3っていう人もいますねほぼ出ましたね。ほぼ出ますってなると、まあ、半分該当してますよね。確かに9つのうちっていうと、うん、やっぱり6じゃないですか。6もあるかもしれない、はい、うん、よくなんか6ってなんかいろんなタイプに見えるって、うん、あの、まあ、状況によって使い分けることができるのが6なので、はい、いろんなタイプに見える人は6の可能性も結構ある、はいはい、で多分こう一番重要なのがその気持ちだと思うんですよね、はい、あ、中井さん本人の震災が起きた時に、はいはい、ボランティア、はい、に行ったって書いてありますね。行った、はい、でそれのなんで行ったのかっていう動機だと思うんですよね。はいはいはい、はい、例えば合理だ3だとしたら、はい、自己アピールですよ。いかに自分をよく落とすかでもなんかなかなかそういう、うん、あ、でも確かにいろいろある面、うん、その友達が少ないらしいっていうのは自分で言ってたりとか、うんうん、裏の顔があるよって自分で言ってたりとか、うんうん、あ、でもまあその辺でもやっぱり7っぽいところもやっぱそのうん、あるよあるよっていうのも、そういうのも7ってちょっと誇張して面白くするために、はいはい、盛りますよね。盛るところがあるんで、はい、ちょっとした話を面白く誇張して話すのが上手。確かに確かにでもその、うん、何言うんでしょう、さんまさんともうまくできる、うん、松本人志さんともうまく絡める、うんうんうん、この何言うんでしょう、で鶴瓶さんともうまくできるっていうこの辺の取り入れ上手、うん、取り入るのもうまい、うん、仕切るのもうまい、うん、仕切るのがうまい、そうだけど取り入るのがうまいってなんかそのこの6のいや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 みたいな、ごますってる感じかどうかですよね多分。確かにあんまないですね、うん、そういうのはあの7の人は、はい、なんかこう例えばさんまさん偉い人、はい、偉い人でいくとさんまさんですかね。さんまさん偉いです。さんまさん偉いじゃないですか、はい、6の人ってなかなかさんまさん突っ込んだりとかですしにくいああなるほど。どう7の人って結構平気で突っ込んだりとか、あんまり物おじしない、物おじしない。確かにその松本人志さんとかに対しても、うん、例えば自分の意見を、うん、なるほどね、突っ込みができるみたいな、なるほどねっていうのを見ると7っぽいのかなっていう気もしますね。だからそこのだからその行動だけで見て7だとも言えなかったりするんですよね。事前にそういう打ち合わせをしている可能性もあるわけじゃないですか、はいはいはい、テレビなんで。よくその、うん、私が見た大吾さんが言っていたのは、うん、よくその、まあ、スマスマに出てた時に、うんうんうん、まあ、君大学生なんだってって気さくに話しかけて、うんうん、裏で気さくに話しかけてくれるのは例えば木村拓哉君だったり、う
で中井さんはっていうと、うん、結構なんかんって物事を考えていて、うんうん、どうしようどうしようっていうのを計算されているイメージがあったっていう話をされてたんですね、うんうん、だとなんかその奈良っぽくないなってその辺ちょっと僕思ったんです。だ隊長とこで話すまではあもう絶対6やんって、うん、7結構考えますけどね。なるほど。そうあの名前はあれですけど僕の師匠、はいはい、とかこうずっとこう考えてたりするじゃないですか。なるほど、うん、あどうその場を盛り上げるかっていうプレゼン資料とかもすっごい作り込んだりとかなるほどするのでその盛り上げることを最優先に考えてるみたいな。確かに出方とかね中井さんのもう GO から始めるそうそう最初に事前にこう出てきて説明みんなに説明して、はい、じゃあ僕入ってきますのでみたいなで自分でこうなんか5秒前とか言って自分で入ってくるじゃないですか。もう完璧に場を作ってますよね。作ってますね、うん、あ確かにその辺はちょっと7っぽいうまい感じはしますね、うん、でそういうのを計算でやってるとすると3の可能性が出てきますよね。でもなんかそのスマップで言うと、うん、3なんかまあ木村拓哉さんとか、うんうん、すごい、うん、自分の能力を時々に磨いた、うんうんうん、あのセクシャルの3みたいなそうイメージはもうなんかイケてる人オーラがこうバンバン出てるみたいなバンバン出てるエリート集がバンバンするみたいな、はい、そのために全てストイックに自分を磨くみたいな、うんうんでそのストイックに磨いてるんだ的なのを出さないけど出してる感じじゃないですか。はい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 。なんか表立ってこう毎週こういうトレーニングしてるなんてことは言わないけどなんか出てますよね。もうオーラに出てますね。オーラ出てるっていう、はいはい、その辺がないですよね。中井さんないですよね、うんはい、なんかおちゃらけたりとか、はい、だとやっぱ自己主張でも確かにちょっと長っぽい、うん、8はないですよね。8は怖い感じはあんまりないですもんね。で、まあ、2とか6は全然あるかなっていう。あ、まあ、確かに2は確かに、うん、8にもつながってますし、うんうん、でその分かりにくいところあたりでいくと6もあるなっていう。その6はなりきれるんでそれの状況を求められればそっちにできるみたいなところなんで、僕としては6になってほしい自分が6なのでこれほど心強い。そうそれを見てあ6っぽいなって6の共感力だなっていう僕は中井さんが6だとあ、うん、僕もああなれるんだっていう思いになれるので、うん、あ6だと6だとすればっていうか6ならなれますよあそっかそっかそう7になれないっていうか6なら7にも2にもなれるみたいな手放すなのでなろうとするかしないかですよ、はいはい、きっとすいませんまた誤った方に進むところでしたはいなんて、うん、よた話そうだからまあここで出たのが6、7僕は6、7で7、はいまあ、あと2とか出てましたよね、まあ、2はウェブの意見だと、うん、そんなのもありましたあなたはどう思われたでしょうか。そうどう思いますか。なんかあればね皆さん思うことがあれば思うこといや1だと思うよとかでも1 まあ1は言うは、まあ、一応空気を読んで、うん、でもその気難しい感じはしないですよね。五郎ちゃんとかどうですか。五郎ちゃんは有利っぽいですよね。あなるほどだと4号あたりじゃないですか。楽観っぽくはないですよね。あんまないですよね、うん、しんごちゃんとかあの草薙くんはちょっと楽観入ってるよ、ね、楽観草薙くんは9とかあるかなっていう あるあうんぽいぽいある可能性はあるけど、うん、五郎ちゃんは9はないなっていうないかどうかは僕の主観なんではないですけど、ね、僕もでも分かる分かるっていうのも私の主観です、うん、あの本物を知らないんで何と言っても、うん、知らないね喋、うん、りたいですね。そう、はい普段どういう風なのかを全く知らないんでテレビの出てる場面でしか知らないんで多分このチャンネルが100万人ぐらいになると、うん、あの新しい一日の人も来てくれそうですよ、ね、あまあ100万人ぐらいになるとあの出てくれるんじゃないですか。出てくる剛君とか頑張る頑張る頑張る、はい、で同年代ぐらいですよねスマップあのね僕は草薙君と同い年です。草薙君とで木村君と中井君は2個上です。五郎ちゃんが1個上。しんこちゃんは2個ぐらい下ですね。じゃあ僕の1個下とかぐらいだと思います、うんはい、
我々同年代なんです。スマップもうだから、うん、スマップと共に育ってきた、うん、という自覚ないです。森くんいましたよ。いましたいました。全然キックベースやってましたよ。キワキク夢がもりもりで、夢がもりもりで、はい、うん、なんて、はい、ね、出てくれると。僕はこういう話好きなんですけどね、うん、誰が誰の番号が何だみたいなどのタイプだみたいなのも大好きなんですけど、そう、はい、でもこうやって考えるのは結構楽しいですよ、はい、でこれでもしかその反響が大きければ、うん、いろんな人いろんな人と分析、勝手に分析、勝手に分析して、はい、キャッキャッキャッキャとやりたい、うん、で皆さんの意見も聞きつつ全然あそれもあるなみたいな、あるねってあるあるってで結局僕たちが見てるのってどっかの一部分しか切り取ってきてないんで、私は都合いいとこしか見つつ、そうそうそう、あの自分にしたいようにしか多分言ってないので、うん、はい、僕もこう見たその昨日の記者会見で紹介されたの、僕が見たのが3分ぐらいですよ多分。ああなるほど、うん、でこうかいつまんでパン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 って出てるダイジェストみたいなところだけしか見てないんで、7っぽく見えますよね多分。あそうね、目立つところを取り出してるんで。あなるほど、うん、でも僕が見たところでやっぱりその、うん、空気読んで、うん、だから慎重に慎重にみたいな、だから本当に分析しようと思うと本当の素の姿をずっとこう分析しなきゃいけないけど、すごい慎重に慎重にいってる様に見えたんですけどね、はい、なのでまあ分かんないです。だから本当にスマップファンとかの方が分かると思う、お叱りを受けるかもしれないですね。そう、実はあの人こういう風なんだよみたいなのを知ってる可能性は、くん付けで呼ぶなってスマップのメンバーじゃないのかなって3草薙さんだろう、3だろうって、あ、まあ、中井さんでしょ、先輩ですでもまあ、あのみたいな親近感どうしてもくんって呼んじゃうんですよ、うんうん、同じスマップのメンバーとしてくん、はい、申し訳ございません、はい、ありがとうございます。ミッションクリアでございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。